来た。とんでもないのいる。なんだの聖火ランナー。どうも皆様こんにちは、グリードです。皆さんはニュークアウトチャレンジをご存知でしょうか？ニュークアウトチャレンジというのはフリーホールで連続30連続キルを武器のみで行うというチャレンジになります。この30連続キルはスコアストリークの砲撃や、ヘリなどは含まれないので、確実に武器のみで、プレイしていく必要があります。しかし今作はウォーマシンのキルに関してはキルに含まれるみたいなのですが、今回はこれをなしでニュークアウトチャレンジに挑戦してみたいなと思います。今回からねこれをちょっとシリーズ化しようと思って、フリーホールゼロデスチャレンジということで、これからね定期的に挑戦していこうかなと思います。今作のニュークアウトチャレンジ非常に難しいと思うんですよね。でなぜかっていうと、まず一つ目理由としては、リスポンが近い、基本的に狭いマップが多いので、もう普通に真後ろとか真横でポン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 湧いてくるんですよ敵が。まあ今回チャレンジ狙うんだったらサテライトとか砂漠マップ、まあそう広めのマップが一番いいのかなと思ってます。で難しい理由二つ目ですね、スコアストリークですね。今作は、まあ、蓄積されていくわけですね、スコアストリークポイントが。なので、連休してない人でも空爆が呼べるんですよ。なので、例えばいいポジション見つけて、まあ、いい芋って連続キル繋げてても、敵の空爆が来たらやられてしまう確率がかなり高いということ。そして三つ目の理由はスキルベースマッチメイキングですね。今作は戦績が自分と近い人とマッチングしやすいので、フリーホール何回か行ってみたんですけど、かなりね、74とか MP5 でゴリゴリに打ち合い強い人が多いという点。まあ、これがかなり難易度を上げてるんじゃないかなと思います。さあ、そして第1回使っていくクラスはこちらになります。ですね、まあ、とりあえずクリグか AR で行きましょう。で、サプレッサーすいません、つけます。サプレッサーつけて、他のグリップやハンドルはこのような形になってます。はい、というわけで今日からこれをシリーズ化していこうと思うので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録と高評価まだ押してない方はぜひよろしくお願いします。ちょっと待って、いきなり始まった。途中参加でいきなり始まった。ちょっとノーアップだからね、ノーアップ。やべ、アップしてねえ。なんでアップしてないんだ、僕。後ろ湧いてくるんじゃない？ちょっと待って、終われないって。いや、ちょっと普通にやらせてください、一回。あのね。初回なんで。初めてなんで、ここのフリフォーやるの。まあ、どんなリスポンかっていうのをね、まず把握していきましょう。なんかこっちがあんまり人いないな。こっちダメだな。まあ、イモれるポジションっていうか、まあ、稼げる視点をね、見つけたいよね。マッショットしたぞ。オッケー。開いてる開いてる開いてる。落とさないで。アマコ。オッケー、アーマーの影。落とさないで。あぶねえ、ここで湧く湧く。いや、リスポーンがマジで近い。うん。やばい、どこでか、どこが一番いいんだろうな、これ。でも、同じ場所でずっと留まるってのは難しそう。リスポーンが近すぎて。結構こまめに動き回らないといけないな。あ、でもここいいんじゃないかな。まあもう死んでるんですけどね。これ端っこにいればいいのかな、とりあえず。ああ！ねえ、どっから、もう湧いたでしょ、今。絶対湧いたって端っこ。おーい！どこだ？え？
おぉ、ちょっと、このマップは狭すぎるな。やっぱ砂漠マップか。いや、マイアミでもいいかもしれん。オッケー？オッケー？よし。なるほど。いや、まずリスポーン覚えないとね。リスポーン覚えないと。そしてこれまだ第1回なんで、まあ、1回目でクリアしたらね、さすがにチャレンジとしては、面白くないから。面白くないから。なんだ、フラッシュ、今の。エアパトロール出してきたんだけど。弾がない、弾がない。うわあ、まあ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 。危ねえ、スナイパーだった、スナイパーだった。オッケー、ダブルキル。危ねえ。やべ、近い近い近い、脇が。いや、近い近い、マジで近い脇が。ちょっと待ってよ。あんま映らないんじゃないか、これ。弾薬ボックス。いるな、いるな、いるな、こっち側。やばい、なんか投げられたんだけど。カウンター UV。ここいいんじゃないかな。あ、倒しきれないか。いや、敵もキルペース早いやつがいるな。いや、もう湧いたでしょ、この人、絶対ここで。いや、こういう風に端っこで、とにかく端っこで湧いてくる人を倒すしかないかな。あれ？うわあ！わあ！ああ！無理だ！やばいってちょっと！みんな忍者だから足音聞こえないよ、これ。いや、真ん中はね、ちょっと何回かやったけど、真ん中は、かなりきつい。うおーい、スナイパー。ちょっと待って！でも、着実に連携はできるようになってる。連携できるようになってる。足音する、足音する。危な。あ、でもさっきよりだいぶマシだぞ、これ。さっきよりだいぶいいですよね、これ。この感じ。この連キル。よしよしよし。成長している。やばい！危ない。よかったな。うわ！いや、スナイパーいるとちょっとかなりやばい。ちょ、あのね。一発キル系の武器がいるのは相当困るんですけど。危ない、マジで。右から来てるな。いや、スナイパーだ。危ない、怖い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 。狙ってるね、あのスナイパーの人。僕のこと狙ってるぞ。なんか持ってたぞ。もう狙ってるでしょ、完全に。
うわー、な、ええー、何この人。ちょ、とんでもないの来た。とんでもないのいる。なんだ、聖火ランナー。聖火ランナー参戦してきたって。あ、来た、聖火ランナーだ。さっきよりあれ、デス減ったかな。今いましたね。後ろ枠でしょ、これ。しかもさっき倒した人。え？危な。この人僕のこと追いかけてきてない？オッケー。いやーそっちかー。うわー、いやーなんかむずいなー。いやほんとね、オービタル内の難しい。今までの COD だったらその敵がもう常にリアルタイムでしばらく映るっていうスコアストリークはあるんですけど、8キルぐらいだっけ ?8 キルぐらいしたらそのオービタルが呼べるから、そっから一気にね、キル続けられたんだけど、今作ないからね。ナイファ、ナイファ。やばいやばい、なんか狙い撃ちされてるんだけど。なんだなんだここやばいやばいやばい。え？僕何かしましたか？え？みんなここ来るじゃん。どうしたのどうしたの？え？何が起きてるのこれ。うわぁ、もう、ナイフ、無理。はい、というわけでお疲れ様でした。まあまあまあ、第1回目ですから。これからね、ちょっとリスポーンを覚えていくんで、これからプレイして。プレイをね、重ねて、とまたチャレンジしたいと思います。これは、ほんと週1ぐらいでちょっとね、やっていこうかなと思うので、まあ、皆さんぜひ応援込めて、グッドボタンぜひよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。